じゃあ皆さん一時100回おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんが集まってくれて、じゃあこれからじゃあ100回にバトンタッチ。はい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 、じゃあ一時ね、じゃあいよいよ一時100回です。イエーイ、頑張りましたね。韓国で100は何でしょうか。韓国で100は何でしょう。北京입니다。北京、僕の友達、韓国の街が北京입니다。北京。はい、じゃあスペシャルゲストは民女さん。北京입니다。北京です、北京。北京。100回。一時100回。北京。北京。じゃあ、100は北京です、北京。はい。で、韓国では100っていうことはすごくなんか意味があるんですよ。うん。子供もなんか産んだら 100日はみんなお祝いするし、それ100日が超えたら、はい、なんかこれから本当に人間として。まあ本当にそうですよ。なんでか、うん、赤ちゃんが死ぬかもしれない。そうなんで、はあはあ、まあ、昔はね、病気があってね、はいはい、だからそう100回もだから、結構あとカップルになっても、はいはい、なんかで100回はみんななんかお祝いするんですよ。100日そう、100日になるとなんかそのこれからなんか本当にカップルに、あ、本当にそう、なんかやっぱり付き合ってばっかりは一応別れたら分かんないでしょ。まあ、で100日ね、そうそう、だから偉人も初めて100回ね、100回まで来るとは思わなかったけどね。確かに確かに、100まで来ました。はい、これが本当に、うん、1000回まで。1000回まで。100の次は1000ですか。そう、いや違うですよ。1年1年ね。だけど、まあ、これはね、はい、回数で100回、はい、本当に意味があると思うんで、これで100回で、うん、っていうので、ってもう今、はい、いろんな方からね、はい、注文もらってすごいなんか嬉しいレオです。はい、そうですね。はい、レオ君今日何着てるんですか。あ、今日は僕はスペシャルで浴衣。スペシャルで浴衣ね。はい、浴衣は韓国語で浴衣です。はい、でチマチョゴリじゃないけどあれは違うんだよね。ハンボ、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 今日実はハンボを用意しようと思ったんだけど、はい、ハンボレオ君持ってないでしょ。持ってないです。浴衣は持ってます。裏切り物。はい、ね、民情さんもね、はい、なんかアニハセヨ。なんか韓国からお祝いしてくれて。韓国から何か一言お願いします。日本の여행중입니다。韓国語だ。で、여행중입니다。あの日本で韓国語を勉強してる人たちに応援の。日本の外国人の応援メッセージ。ああ、韓国語열심히공부를하셔서한국에오시면제가또안내도해드리고、열심히頑張ってください。ありがとうございます。ね、はい、今ちゃんと勉強した人は分かるね。はい、じゃあ100回ちゃんと100回までちゃんと見ると分かると思いますね、はいはい。じゃあもっと1000回ができるまでみんな応援してください。頑張りましょうね。頑張りましょう。はい。じゃあ、レオ君、じゃあ最後にフーって言います。おめでとうございます。100回。楽しみの。